ありがとうございます。坪井祐介さん、ブーチンさん、キョンシーさん、ありがとうございます。中野さん、コウタンさん、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。今日は黄砂で空が黄色いねえ。そうなん、じゃあ外に出る方がいいですね。切腹さん、ダダダダムダさん、イシケンマシンさん、ありがとうございます。道の端見るとミステマしてない。あら大変、今から寝るの。カピバラっぽい。ダダダダムダさん、アモズさん、ありがとうございます。カピバラに似てるって言われた、この前も。目覚め、目が腫れてた今日も。なんでだろう。今日のみちは5時から起きてます感がある。ほんと、なんでだろう。あ、リアリーグッドモーニングサンシャイン、いいね。西ゆりとしか呼ばれなくてパオのスイカさん、ダダダダムダさん、ありがとう。テントがないことに違和感を感じる。テント、だって3日ぐらいしかなかったのにね。そんなにうちに溶け込んだんですね、テント。リサイズアートさん、ゆきさん、ありがとう。昨日地本のアミチはチワワ顔って言ってた。本当？チワワ顔はコッコとかじゃないかな。でもチワワ飼ってるから顔が一緒になってくるのかな。おはよう、マサさん、クマ、ありがとうございます。チャタムさん、ありがとうございます。おはよう。ちちち、仕事してくる、頑張れ。ミサンが当選発表いつかの昨日、名前順かと思ったら違うかったね。え、届いてる方には届いてるらしいですね、自分のファンの方っていうか。私に応募してくださった方は分からんけど、なんか載せてる方いましたよね。本屋さんに意見から分を取り寄せねば。そうですね、食パンみたいな。今日のお顔好きです、いつもだけど、ありがとう。もう少しで夜勤終わる、頑張れ。今日の髪型、嘘。修二さん、ありがとう。チャータムさん、ありがとう。おはよう。完全に運営さん判断な。私たち何にも知らない。チャータムさん、アモズさん、ありがとう。ユキカゼさん、ありがとう。完全に運営さん判断じゃなかったらどうなるんですか。逆に他は何。マムルンさん、キコリさん、ザンタクさん、ありがとう。私の判断が入ってるわけがないじゃないですか。超ランダムなんじゃない？
チャートムさん、マモルンさん、タケヒロさん、ミシユリとしか呼ばれなくてファオンなスイカさん、ありがとう。トムさん、キコリさん、ありがとう。モバイルとメール両方登録してる人向けの企画。確かに。できそうですけどね、なんか何かしら。今日目に水分がないんですよね。朝起きてからカラカラしてた。今もずっとカラカラしてるんですよね。スクロールして指で止めたところの人、あれしたい。ダーツの旅みたいな、まあ、刺すのは申し訳ないか。そうそう、目薬がなかった近くに。チャートムさん、ありがとう。目が細いとか分からなくていい。でも寝とるときじゃけんさ、細いはずなのに。てか自分も細い方よ。公園の写真とか全部こんな、公園中の写真なってなって、スッとする目薬好き。じゃあタムさん、ありがとう。結局寝れんかったは、オールの方どのぐらいいらっしゃるんですか。そうそう、ね、聞かないよ。マイナスくじもだいたいそんな感じ。ツイッターにショールームのスクショを貼る方がいらっしゃるじゃないですか。あれってさ、なんかすんごいスクショが上手で、なんかスクショの中の奇跡のショットみたいな写真を載せてくれるか、あからさまな事故画みたいなやつを載せてくれるかの両極端の方で分かれますよね。なんかそう、なんかなんて言ったんだろう、配信終わったらさ、ツイッターを開いてさ、検索するじゃないですか。そしたらなんか、今日もなんちゃらなんちゃらだったみたいな、こう、ぐらいのやつとかさ、なんかこんなやつを載せてる方と、なんか今日もまんちゃんなんちゃらなんちゃらだったみたいなみたいな話してる方と、でもなんか最近一番ね面白いなって思うのは、なんかなんて言ったらいいんだろう、いつも定型文でその私の
ルームが始まったら、なんか今日も始まりました。なんか美しいですねみたいな、いつもいつもツイートしてくださる方がいるんですけど、その方の写真のチョイスがもう最近めっちゃ面白くてから、そう昨日はね、なんかもうみたいなもう白目っていうか、あのまばたきの途中のなんかうんこんな感じのやつで、一昨日もそんな感じで、そうなんか文が文字計算、今日もショールーム始まりました、美しいですねみたいな、なんでいつもこんな時期めっちゃ面白いと思って、なそれをチョイスしたんかなって。今までそんなことなかった気もするんですよ。そう今まではちゃんとあのにっこりしたやつを載せてくださってた気がするんですけど、まあ、気だけなのかもしれない。元からそんな変なのというか途中の顔を載せてらっしゃったのかもしれないけど面白い、めっちゃ悪気はないと思う、うん、私も全然いいんですけど、そうめっちゃ面白く思って、だって今までそうじゃなかったのに最近ちょっとそうギャグ戦なのかなと思ってめっちゃ面白い。早白目のせろとなんては言ってないですけどね、その方の移り変わりというか変わりようが面白いって思っただけで、男の8割は女の子の白目フェチ白目フェチフェチなんて聞いたことないけど、デミニアさんありがとう、まあ、今日ちゃんと知り合いです、一緒に踊ってました完全に閉じてるのは縁、全然何でも大丈夫です。半目のすられても楽しそう、楽しんでそんなイメージある。だって半目のすられたとて、ポンポンポンタさんありがとう、それは私がこのね、何て言ったらいいんだろう、無料配信というか公共の場じゃないけどそこで見せた顔ということじゃないですか、その一つを切り取って載せてくださってるわけなので、そう、まあ、タイミングが悪かったとしても自分の提供したお顔だから、うん、なんかいいかなって。半目狙ってスクショ難しい、それはそうよね。昨日の朝はまばたき多かったからね、違うんですよ、昨日の夜に朝見やってるのかな、ちょっと覚えてないけど、夜昨日せっかくメイクしてたのにもうこんなのつめっちゃ面白い、そのセンスもうツイートしたくてしたくて、早くスクショしなきゃピュッってやってすぐツイートしてくださってるのかもしれない、始まりましたよって言ってくださるから、おはよう。
おー久しぶりです。デブニアさんありがとう。スクショが連写できればね。確かに6月号の分さん見ました。ありがとう。では仕事行ってきます。行ってらっしゃい。目乾いてるからまばたきはいいかね。今日の朝は多分まばたき多いと思う。麦茶さん、キョンシーさんありがとう。うちの愛し読めるのが日課です。愛しのないもの今日のツイート多分その理由だと思う。スクショしすぎて容量が。あらら、すぐるさんありがとうございます。私もスクショ5000枚ぐらい溜まってたからなんかほぼ消したら、ほぼ消したよ。200ぐらいになった。そう。ちゃんも元気。ウォゴティ何が好きは決め難しですね。ウォゴティってさ一番決めれんよね。スリーフォールドチョイスって感じ。ストレートティーかレモンティーかミルクティーか。でも多分今までで一番飲んだのはレモンティーかな。アイスはレモンティーでホットはミルクティーが一番飲んでるけど、最近一番最近飲んだのはストレートティー。美味しいよね。美味しい。どれぐらい睡眠時間を取れると良いですか。7時間寝たら長生きできるらしいよ。今日も今の3つのことが好きという気持ちを持って体質に訓練に行って参りたいと思います。頑張ってください。訓練ストレート。決めがたし言葉のチョイスにしびれたぜ。なんで五七五だ。面白い。甘くないミルクティーのやつ美味しい。あ、ふかきょんさん、あれはソイミルクティーみたいな、あれ気になる。ぐー今日の食卓なんかもある。うそ、紅茶家電派やろ。うん、ゴーティー派。ジャスミンティーもあるよね、あのゴーティーの。おはよう。レブニアさん、大崎上島のカズさんありがとう。昼間のみたいなミルクティーだけど夜のみたいなレモンティー。飲みたくなってきた。ヤマトノリの容器に蜂蜜入ってる。それな、あれめっちゃ欲しい。でも夜って寝たくなくなっちゃう。わかる。つけ、オッケーリアスクショ間に合う。
自分白目ができなくなったんですよね。ちっちゃい時できてた気がするけど。デブニアさん、オフさん、ありがとう。スタバのティーラテにホイップ入れる。家でオシャンティーやん。オシャン、オシャンティーやん。麦茶さん、ありがとう。オシャン、オシャンティーってなんでオシャンティーって言うんじゃろ。ファミマのジャスミンミルクティー。へー、なんか昨日黒糖タピオカミルクティーを飲んだんですよ。コンビニに売ってある、めっちゃ美味しかった。あれ、私はセブンイレブンさんでご購入したんですけど、あれめっちゃ美味しかった。うん、なんかあのストローさして吸う系のタイプなんですけど、あのタピオカがなんかさ、コンビニのタピオカってさ、なんて言ったらいいんだろう、もうなんかサクサクじゃないけどシャクシャクでさ、もう切れるっていう感じじゃん。でもそれは、まあ、切れるんですけど、でもちょっともちもち加減もあってある気がして、てかそのティーの味が美味しい。黒糖、黒糖のね甘みがめっちゃ美味しかった。うん、買い飲みたいって、もっと買っておけばよかったけど。そう、ノットシャルル・ルクレールさん、ありがとう。うん、昨日はコンビニで爆買いしました。2200円分ぐらい買いました。辛いラーメンが食べたくなって食べたくなって、オシャンティーは指原莉乃さんが自身のブログで使い始めたことをきっかけに流行したと言われてます。すごい、指原さん。ピアさんのやつとは違う飲み物として美味しいな、これ。うん、それな、それな。ピアかミルクティア、ミルクティア甘すぎない方がいい説。なんかさ、なんであんなにタピオカ屋さんのティーって美味しいんじゃろ。なんでもティー、そう、ダメ。辛いラーメンを4つ買って、あとは親がチョコミントのチョコミント味が好きで、自分も好きじゃっけん、チョコミント味の商品がいっぱい出てて、ポッキーとルックと小枝と買ってとか、そのジュース買ってみたいな、いっぱいちょっと。ね、そう、私は、小枝美味しかったよ、チョコミントの。あのそう、ポッキー食べてみたいな。ランチュールもチョコミントある。へえ、いいね。今まで3ヶ月ぐらいあんまり、そんなにあんまりてかあんまり覚えてないんですけど、外出した記憶もそんなないんですけど、
そう、あの散財してなかったからさコンビニでもなんかちょっと気になったものを買う手が止まらんかった。ファミマがチョコミート豊富なイメージ、確かにそんなイメージあるわ。なんかアイスもファミリーマートさんはチョコミントがいっぱいなイメージ。なのぎっしりぎっしりだったっけ、どっしりぎっしりなんだったっけ、もうさファミマさんですよね。そう、ファミマでトルコアイス、トルコアイスよく見る、ぎっしりか。ファミマミント、え、あのファミマさんのあのなんだっけ、あのチョコミントフラッペみたいなやつ飲みたい。こんくらいチョコミントが入ってるやつ。なんか今日めっちゃチョコミントの気分、スッとしたい。スーパーカップのキャラメルクッキー、へえ、そんなのがあるんですね。近くのファミラーはファミラバニラアイスはじゃなくてつらい、うん、あのさ、こんぐらいのさ、こんぐらい？こんぐらいの長さのミルクバー食べたことあります？あの男の子の絵が描いてあって、いちごのミルクバーはちょっとそのバーが薄ピンク色で女の子の絵になるやつ。755入れてますよ、携帯見てる。たまに皆さんすごいですよね、ツイッターしてインスタしてモバメ送って755してすること多すぎんって思いながら755さんを見てるけど、755さんなんつったらいいんだろう、あの面白そう。シティはやってないと思います、ナナさん以外。引用リツイートみたいなやつできるじゃないですか、あれ楽しそうよね。ナナさんとか小田里奈さんとか乃木坂さんもしてるから、乃木坂さんも見てますよ。はよ、7号が引用されると嬉しいですね。あれ楽しそう。はよ、引用っていうものが引きようって思ってた今まで。ああ、わお、ほぎりもそうだし7号がうまそう。いやーどうですかね、ググタスの空、何人かでグループも作れるし、確かにナーメグがありますよね。いいね。それでは壇上を読んでいこうかと思います。13位ヒョウさん、12位ピーシーズさん、11位セリアさん、10位 N さん、9位イシケンマシンさん、8位コウタンさん、
7位ダダダダムロさん、6位ノットシャルルルクレールさん、5位マモルンさん、4位キョンシーさん、3位アモズさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はルルルルルルジュンゆうきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルジュン、じゃあトムさん、パチパチパチ、ありがとうございます。いえ、それでは今日も一日お仕事学校勉強部活バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトルブ、せーの、エリエリオーン。筋トレするの、うん、筋トレと何て言ったらいいんだろう、とうとうしていきたいと思います。それではまたね、頑張れ。二度寝しようかな。いいね、企画書ファイト、半目取れたぞ。白目できるかな。ちょっとしか開いてない。ありがとう、バイバイ。